音は丸は、関西汽船が、徳島阪神フェリーで運航していたフェリー。四国ドックで建造され、1971年に、就航した。1995年1月17日、阪神淡路大震災の発生により、神戸航路が休止となった。1998年4月5日、明石海峡大橋の開通により、大阪航路も廃止され、引退した。その後、 海外焙煎され、インドネシアので、KMP、クマラとして就航している。徳島阪神フェリー船体は4層構造で上部から AD 看板と故障されており、A 看板は操打室、B 看板は旅客区画、C 看板は前方が乗組員区画、後方が車両搭載区画、D 看板は車両搭載区画となっていた。 1993年10月22日12時21分、神戸港から徳島港へ向かっていた元船は、徳島港の徳島半神フェリー岸壁に着岸する際、速力が下がらず船首がほぼ直角に岸壁に衝突した。衝突により、船首部に波行を伴う久保損を生じ、岸壁が一部圧壊した。また、旅客7名が軽傷を負い、 車両9台が軽微な損傷を受けた。事故原因は着眼の際に速力が課題で更新を命じたところ、機関の操作が不適切で手機が停止したためであった。本線の手機は軸回転数が 60rpm 以上のまま、操縦ハンドルを更新に入れると手機が停止する恐れがあった。ありがとうございます。